い、今日の巡り野菜はじゃん、かわいいトマト、さくらんぼみたいなトマトですね。これこちらを使って塩麹あえを作ります。簡単なちゃちゃっとできるレシピです。これも世田谷のコミュニティ農園で採れたトマトです。中くらいのトマト6個使います。もう5分でできるレシピです。蓋を取ってとヘタの硬い部分は取ってあげてで、はい、トマトカットできました。綺麗色が。あとは和えていくだけです。はい、じゃあ塩麹で和えていきます。塩麹カットすみません。はい、じゃあ塩麹大さじ1、ちょっとマイルドにするためにオリーブオイル大さじ1を入れます。香りもエキストラバージンオリーブオイルと良くなりますね。で、和えます。バジルの葉を加えます。あ、いいですね、大葉でも美味しいと思います。はい、じゃあバジルちぎって加えます。やっぱちぎることで香りがふわっと、今すごい可愛い香りお好みでここにモッツァレラチーズとかクリームチーズ入れても美味しいですね。はい、あとはもう和えて完成です。